皆さんこんにちは。独特な雰囲気で人気を誇る俳優の松田翔太さん、名優である松田優作さんの次男であり、ファッションモデルの秋元梢さんと結婚されました。2018年4月に結婚されて幸せいっぱいかと思いきや、離婚危機と話題になっているようです。現在別居中と報道されていますが、真相が気になりますね。今回は松田翔太さん&秋元梢さん夫婦について、松田翔太さんが性格が悪いと言われる理由について詳しくご紹介していきたいと思います。簡単にプロフィールについてご紹介します。名前松田翔太、生年月日1985年9月10日、出身地東京都杉並区、身長183センチメートル、血液型 A 型、事務所オフィス作、共通の知人によるパーティーで知り合ったという松田翔太さんと秋元梢さん、2014年頃に交際がスタートしたのではと言われています。初めて熱愛が報じられたのが2015年で、友人関係とコメントされていましたが、たびたびツーショットを撮られていました。二人の距離が縮まったのは、秋元梢さんの父で大相撲第58代横綱千代の富士貢さんの逝去だったと言われています。海外から訪れた友人が相撲部屋を見てみたいというので、朝稽古を見せてもらったことがあると話していましたから、千代の富士貢さんとも顔を合わせる機会があったようです。いい男を連れてきたと喜んでいたなんて関係遮断もあり、順調に交際を続けていたのでしょう。昭和最後の大横綱と言われていた千代の富士貢さんですが、61歳という若さでお亡くなりになりました。病名は膵臓がんだったそうで、松田翔太さんの父松田優作さんはさらに若い40歳の時に膀胱がんでこの世を去っていることから、辛い気持ちを分かり合える関係だったのではということです。2018年4月25日に結婚したお二人ですが、現在までにお子さんはいないようです。では次に離婚危機について見ていきたいと思います。松田翔太さんと秋元梢さんが離婚危機というのは本当なのでしょうか。2020年の秋元梢さんの誕生日、インスタのストーリーズでハッピーバースデートゥマイビューティフルワイフ、僕の美しい妻、誕生日おめでとうと松田さんが素敵なメッセージを送ったことが話題になっていました。素敵な夫婦すぎると憧れていた人も多いようなんですが、家庭不和がささやかれています。イケメンでスマートな雰囲気の松田翔太さんですが、意外にも仕事やプライベートでこだわりが強い性格とのこと。家庭でもワンマンなところがあって、秋元梢さんに敬語を使ってと自分を敬うように指示していると報じられています。本当だとすれば、今時珍しいかなり亭主関白な考え方ですよね。生前の松田優作さんについて、松田美由紀さんはすごくストイックで激しい人だったと話していました。松田優作さんと松田美由紀さんはドラマ「探偵物語」の共演がきっかけで結婚されていますが、松田優作さんは当時結婚していたので不倫関係でした。離婚後再婚し、兄松田龍平さん、松田翔太さん、妹松田優希さんが生まれています。3兄弟は喧嘩することがあっても、最後には俺たちが松田優作の意思を継いでいくんだからと仲直りすると言います。家族の絆は相当深いというのが分かります。松田龍平さんが前妻太田里奈さんと離婚したのも松田家に馴染めなかったからなんてささやかれているようです。松田翔太さんと秋元さんの2人はすでに現在別居中と報じられています。秋元梢さんは母兄が千代の富士グッズなどを取り扱うアパレル業株式会社秋元を起業したため、お手伝いをされているようで、実家で過ごす時間が増えているんだとか。 T シャツや靴下、マスクやスマホケース、お酒やちゃんこ鍋のスープとファンにはたまらないグッズ展開のようです。一方松田翔太さんもアパレルや飲食店経営に興味があり、2つの会社を立ち上げているとのこと。性格の不一致から別居というのも考えられますが、忙しくてすれ違いの生活が原因というのも影響していそうですね。モデルという職業柄、松田翔太さんのファッションにアドバイスをしたところ、機嫌を損ねたみたいなんていう噂もあるようです。また2022年4月半ばに松田龍平さん&モーガン・マーラさんが披露宴をされたのですが、そこに秋元梢さんの姿がなかったことから、離婚危機&別居報道が流れてしまっているとのことです。いくら仕事が忙しいとはいえ、義兄の結婚披露宴であれば出席すると思うのですが、どういった理由で欠席だったのでしょうか。2人ともそれぞれの分野で活躍されていて素敵なご夫婦ですから、
ぜひ報道がガセネタであればと感じますね。では次に松田翔太さんが性格が悪いと言われる理由についてご紹介していきたいと思います。中学時代の松田翔太さんは短気な性格で学校の友人たちに恐怖心を与えていたそうです。所属していたサッカー部では顧問から12番のユニフォームを渡され、俺は10番が良かったとユニフォームを投げつけてやめてしまったという逸話も。また元ヤンで不良たちのリーダー格であったという噂もあります。芸能界入りしてからも妹と喧嘩になり警察沙汰になったことも。この時のことは本人の口から謝罪の言葉がありました。しかし妹さんとは普段は仲がいいようで、バラエティ番組出演の際には妹はうちのアイドルと語っていたそうです。ついつい兄弟喧嘩が白熱してしまっただけなのかもしれませんね。またドラマ&映画版とライアーゲーム共演した松田翔太さんと戸田恵梨香さん。松田翔太さんは主演ドラマライアーゲームの撮影の際、自分の演技に納得がいかないと納得いくまで何度もやり直すことで有名だったようで、また気持ちができていないと待たせることも多かったようです。これには共演者からもブーイングが出ていたようです。一番被害をかぶったと言われているのが共演していた戸田恵梨香さんです。松田翔太さんの作品に対する熱意なのだと思いますが、毎度毎度だと過密スケジュール中、共演者スタッフもきつかったようですね。そんなことからわがままな性格などと悪い噂が広まってしまったのかもしれません。共演の戸田恵梨香さんもドラマと映画1本目までは頑張ったようですが、翔太くんにはもうついていけないと2本目の映画では役を降りたそうです。松田翔太さんはそのこだわりの強さから織田裕二級だとも言われているそうです。演技に対するこだわりが強く、演出や脚本に口を出すこともしばしば納得いくまでやらないと気が済まない性格。ただその性格のおかげで役者として大きくなっているのではとも言われています。しかしそのこだわりのせいで撮影のスケジュールが変わったり、共演者とぎくし役したりしてしまうこともあるようです。松田翔太さんはとにかく作品に対して熱い性格なのでしょう。2018年の NHK 大河ドラマ西郷どんの撮影中、松田翔太さんと瑛太さんがバトルしたという噂がありました。監督の演出に納得のいかなかった松田翔太さん、そのシーンは瑛太さんも絡むシーンでした。そのため2人で話し合ううちに演技論がヒートアップしてしまったのだそうです。結局は松田翔太さんが折れ、元々の演出のままで演じたそうです。結果松田翔太さんの演技は高評価を得ます。瑛太さんは松田龍平さんと親友のため、兄の松田龍平さんから翔太をよろしくと頼まれているのだそうです。そのため松田翔太さんのことを気にかけているのです。松田翔太さんも瑛太さんのことを信頼しているから、バトルしつつもアドバイスを受け入れたのでしょう。実際には仲は悪くないどころか、信頼し合っているからこそ遠慮なく意見を言い合えるのかもしれません。時折一緒に飲みに行っては演技論を語り合うこともあるそうですよ。何でも言い合えるなんて羨ましい関係ですよね。そんな性格に悪い噂が絶えない松田翔太さんですが、実は2014年、 CM タレント好感度ナンバーワンに輝いているんです。性格のイメージが悪いのに好感度が急上昇した理由が、今ではおなじみの au の CM 三太郎シリーズです。凛々しいですがどこかコミカルで、他の共演者との掛け合いも魅力的な CM ですよね。これも松田翔太さんの追求し続けた結果得た演技力から成り立っているのでしょう。今後も周囲に迷惑かけすぎない程度に松田翔太さんの性格を貫いてほしいものです。そんな松田翔太さんの今後の活躍からも目が離せません。いかがでしたか。今回は松田翔太さん&秋元梢さん夫婦について、松田翔太さんが性格が悪いと言われる理由について詳しくご紹介していきました。これからの松田翔太さん&秋元梢さんの幸せも応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。